どうもです今日はですね僕のできる支援ということで2021年度版というか今の、えー、自,分自分ができる範囲のこう支援ということですねを、えー、ちょっとお伝えしたいというかまあまあこんなことですっていう今,今の僕ではこの規模の支援ですねまあそれぐらいしかできない状態であるとでもまあそれでいいかなというふうに思っておりますこれからどんどんねこう広げていきたいとは思ってますけどもね でまあ、昨日ね、えー、また、えー、2回目今週2回目のプチ断食をこう、えー、させていただいて今ちょっとね脳がすわっとふわっとしてるというかですねちょっとしたことででもイライラする感じのことが出ることもあるんですがそれと同時にこうちょっとまた落ち着いた気持ちにもなるというなんかこうまあちょっと言うたら不安定な感じというか不安定というかまあそんな大して不安定じゃないですけども。 いいつもものそのの、えー、例えばその平常心の状状態態よりちょっと、ね、こう変化のある状態かもしれないですただここからね、えー、時間が経つとですねどん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 落ち着いてくる感じなんですね朝起きてプチ断食した朝の段階はねちょっとこうちょっとしたことでイライラしたりすることもあるんですけども、えー、それを超えてくるとすごいこう海の底にいるようなねこう落ち着いた気持ちにこう。 なるっていうのがこうちょっとあるかなというところですね。 とということで今日の僕のできる支援ということで今現在ですね僕がやっている、まあ、支援というかね協力できることでいうと1つ目がですね献血ですねで献血に関してはですね自分のこう手持ちというかお金は必要ないと自分の健康な体健康な体があればできる支援であると思うんですけどもこれに関してはですねそのまあ健康でないといけないんでその 薬を飲んでる人とか毎日飲んでる人はちょっとできないということで、えー、僕はいろいろちょっと克服してですね薬も飲んでない状態なんで、えー、その辺はこう献血には協力しようということでやっておりますこれはまあまああのー、これはこれからどん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 こうお金をかける支援ができるようになっても献血に関してはこう時間があればやっていきたいというふうには思っておりますそれでですねあと1つがですね えー、まあ、寄付ですね寄付を今しています。で、熊本の、まあ、きの、えー、去年のね、熊本の、あのー、豪雨のね、被害、あわれた方にですね、えー、サブスクというか月、月毎月毎月、その、えー、お支払いしている金額があります。 でえー、この支援はです、ね、500円からできる支援で,です、ね、僕もできる範囲自分の、えー、負担のかからない範囲でこう支援させていただいておりますだから毎月ですねそれとです、ねえー、世界のこう貧困な人にです、ねえー、支援をする、えー、寄付ですね。 えー、月毎月1000、えー、円からできるのかな、えー、その支援をこう自分のできる範囲でこう毎月今させていただいています、えー。去年の、ね、12月から始めたところなんで、あのー、まだ1ヶ月、2ヶ月ですね2ヶ月ぐらいの支援ですけども、えー、これも、ねえー、続けていくと同時にです、ね、金額が増やせるのであれば増やしていきたいと思います。今は、まああのー 安いだからお金をまあまあ稼いでですねそれをこう1,000円とか2,000円とかですね3,000円とかねそういうのって3,000円で1日100円じゃないですかでそういうのって結構何,何気なしに使ってる金額になってくるんでですねでどうせやったらもう決めてですね毎月こう支援に回すと。 寄付に回すっていう形をこう取っているというところですねこれはだから僕はこの規模はねどんどん大きくできるなと思ってますでもっともっとこう大きいことが大きいことがっていうかその自分がその時やりたいと思ったことで、えー、お金をかけれるんであればかけていってやっていこうとはいうふうには考えておりますでもう一つがですね、えー、紹介ですね 紹介とということになります僕が、えー、利用して良かったサービスであったり商品であったりお店であったりっていうのはですね、えー、その機会があればどんどんこう紹介していきたいなというふうに考えています、えー、今のところ僕に影響力はそこまでないんでですね、えー、紹介してもそこまでの影響力はないかもしれないですけども、えー、僕がねこう 信頼こうされるようなこうふうに思われてくるとですねそこにこう僕が言ったことにこう価,値価値というかで、ね、紹介したところのこう力がこう出てくるかなと思いますだから影響力というかねそういうことが出てくると思うんでそのためにもですね僕はその気持ちに正直であろうというふうに考えておりますで正直にそのいいと思ったものだけをこう紹介すると。 ほ、えー、他の人がそれをこう僕の聞いて利用してですねそんなに大したことないなと思われたらしょうがないですただ僕は、えー、いいと思ったから紹介するっていうスタンスをこう決めていきたいと思いますだから友達やから紹介するまあそれも言っちゃいいんですけどやっぱりその子のその いいいいいものであるるとととうううううこをを自分が思思っっっててて紹介すす形をこう取ろにまだから利用しないものを紹介するっていうのは、えー、なかなか、えー、ないかなとまああのー、その体の、ね、健康的なことで自分が健康な状態なんで利用してないけどいいと聞いてそれを伝えるっていうことはあるかもしれないんですけども基本的にお店とか例えばその。 えー、料理の、ねえー、ものであったりとか、そういういいものをこう自分が利用してていいなと思ったものをこう紹介するという形ですね。えー、そうですということで、えー、僕はね、えー、僕のできる支援として、ですね、えーまあ、今のところですけど、今の規模でいうと、献血と、あとは寄付、寄付、少額の寄付ですね、それと、えー、紹介ということになります。 すみません。ということで今日はえ僕のできる支援ということについてお伝えさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。